with Y です。今日からこのザ・シムズ4かな、次かな、シムズ4の実況プレイをしていこうかなと思います。このゲーム自体は壮大な、そしてあんまり壮大でもないシミュレーションゲーム。一つのキャラクター、一人のキャラクターを作って、そのキャラクターを操作したりコントロールしたりしながら違う人生を歩んでいくっていうようなストーリーになってます。まあその中でいろんな人たちの関わりがあったり、またそういう人たちと喧嘩したり笑ったり泣いたり、そこまであるのかな。僕もこのシムズ4自体は初めてプレイしますので、操作とかがちょっとわからないところもあるんですけども、その辺はサクサクカットしながら進めていきたいと思います。で、特に目標とか目的もなくて、とりあえず自分の慣れなかった人生というかね、こういう人生もあったらよかったかなって思うところを分身を作ってやっていけたらいいなと思います。始めていきましょう。シムの作成へようこそ。このシムの作成からあなたのシムの物語が始まります。これから名前の付け方や性格や外見の作り方を説明します。それが全て終わったら、次はシムを新居に入居させる方法とシムの生活の管理方法を説明します。まずは外見を決めていきましょう。これね、初っ端はなんだろう、このインベーダーみたいな服着てんだけど、ここは自由に変えれるので、よいしょ、どうだろうな、操作が分かんないけど、こうかな。まずは性格で、女性とか男性ね、変えれますね。僕自体は、あ、性別のカスタマイズある、男性的、あ、体格とかもあるんだね。で、服装の好み、妊娠することができる、他の種も妊娠させることができる、とりあえずは普通の男性、普通の男性ってなんだろうね、男性でいきたいかな。で、あ、結構いろいろあるね、幼児とか子供、JB ハーナー、ティーンもあるね。あ、若い若い、若者とかあるね。あ、ちょっと頬がこけたかな。声も変わってくるんだね。で、最後シニア、あ、だいぶ変わってきますね。とりあえずは若者で、若者でいこうかな。で、歩き方、オカマチックだね。あ、陽気陽気陽気、あ、動かせる動かせる、陽気な感じだね。これは、これ普通かな、普通っぽい歩き方ですね。これはちょっと女性的な歩き方かな。ランウェイっていうのかな、ランウェイを歩くときのこんな感じかな。あ、これは多分ね、肩で風切るっていうやつ、ちょっと怒ってる感じなのかな。なにこれこれやばくない、腰曲がりすぎ。なんか面白いね、これ見てるだけでもすごいな、クロマニョン人みたいな歩き方だこれ。あ、元気元気、これいいねこれに関しては歩き方じゃないでしょ、もう人を襲う前みたいな感じだね、手つきが。んー、どうしようかな。僕が全然違うって思ったのは、僕結構猫背なんですよね。だからどちらかといえば背筋がピンとなってる人生を送りたかったかな。まだ取り返しつくかな、それは。これとか結構やっぱ背筋ピンとなってウキウキ歩く感じいいですよね。とりあえずこれにしよっか、ウキウキしてるし。それかもしくは、あ、これとかでも背筋はいいんだよな。一回これしてみよっか、これしてみます。気取った歩き方なんだね、これが。で、あ、泣き方じゃないわ、泣き方じゃないね、声だね。なんでこんな女っぽい声なんだろう。ああ、これ
あ、すごい女性的な声ですね。これなんだろう、それぞれがラウド。どれにしようかな。まあ声は特徴的があった方がいいね。この辺かな。高いね。この辺かな。あ、いい声いい声、これしよう。で願望を選択。願望ね、どうしようかな。いろいろありますね。人気、願望っていうのは人気とか創造性、家族、あ、中にもいろいろあるんだね。社交的な島は友好的な関係をより早く築けます。で、人気の中にはジョークスター、パーティー好き、世界の友人、まあなんかいろいろありますね。この辺ちょっとどうしようかな、ちょっとカットして入力後に説明しようかな。うん、ちょっとカットします。ここはよーし、できた。まずね、ここの部分埋まりました。で、選んだのはまず僕が音楽のね才能がないので、一番目に音楽の天才、これかな。この中の音楽の天才、このシムはプロの音楽家兼作曲家になりたいと思っていますってやつを選択しました。で、次思想家、これはね、なんか音楽の天才を選んだらね勝手に入ったんだけど、次が特質で、これも音楽好き。うん、このシムは音楽を聴くと強力なムードレッドを獲得し、楽しさの欲求が高まります。また楽器を演奏すると幸せな気分になります。とりあえずね、音楽がね好きというか得意な人生を歩みたかったなって思ってるので、これを選択しました。で、次陽気かな。まあ、陽気、まあ、この陽気っていうのはよいしょ、ないかな。次はこの陽気で、このシムは他のシムより幸せになりやすい傾向があります。まあこのゲームするにあたって幸せになりやすい傾向があるっていうのはすごい得なので、とりあえずつけとこうかなって思ってます。で、またこれもね、綺麗好きもそう、このシムは家の雑用すると機嫌が良くなり、掃除に熱中することがあります。また不潔な環境にと非常に不愉快な気分になります。うん、なんか自然と部屋をきれいにしてくれるのかなと。なので綺麗好きを選択してますと。さて、次行こう。次はどうだ。あ、名前ね、名前決めよう。名前と姓、これあれだね、ランダムとかやってもいけるのはいけるんだ。まあでもせっかくだったらここも入れたいよね。よし、これでいこう。名前は Y でね、 Y で、まあ姓は何でもいいなと思って、とりあえず男子にしとっちゃ、 Y 男子でいこう。で、よし、これかな。 Y 男子、違うな、あ、こうか。で、次はこのシムのね、形というかね、いろいろこういう髪の毛とかそういうのを作っていった方がいいのかな。例えば顔だったら肌のディティールとかね、いろいろこうほくろがあったりとか、シワがあったり、そばかすがあったりとかかな。こういうのが結構ね選択できるんで、あ、歯もね、いろいろあるねこれ。すごいな、金歯すごいね、ガタガタだな。いやー、歯はね、綺麗な人生を送りたいからね、歯も綺麗にしときたいな。ちょっとこの辺も、あ、ヒゲもある。ちょっと待って、ヘア、うわ、すげえな。これはすげえな。おうおうおう、あ、いいねいいね、いっぱいあるね、いろいろと。あ、男前、うん、これ楽しいな、これすごいな、こんな。いやー、あ、これもすげえ。うん、ちょっとね、これここちょっと長くなりそうだから凝って、まあ自分
がなりたかったじゃないけど、こんな人生も歩んでみたいなっていうような風貌にしてみます。よし、カットで。多分ね、将来生えないと思うんで、まあ、生涯、うん、よし、できました。これ行こう。いや、違う、聞いて、あのね、違うんだよ、ふざけるつもりはなかったんだよ。あのね、違う。まずね、髪の毛を坊主とかね、こんぐらい短髪したことないんですよ。でね、こんぐらい短髪してみたいなと思って、こうバッて作って、で次にこう眉毛、まあたくましいやつないかなと思ったらね、たまたまね、このつながってるやつあって、おーと思ってつけてみたんだよね。でここまではいいんだよ。でなんかね、たまたまこの耳をこういじってたらさ、あれ猿に似てると思って、ここまで来たら逆に寄せたくなって、猿に。うん、いや、ふざけるつもり、まあふざけるつもりはあったけど、ちょっと寄せたくなって、そっからね、なんかいろいろこうやって、よりね、こう猿に近づける形でやってたら、こんな感じになりました。で口もね、ちょっと横平かな、猿はこんな感じかな。うん、今ちょくちょくこう変えてんだけど、俺もね結構泳いでんだよまだ。うん、これどう、いいんじゃない。うん、でまあこの辺の頬とかね、頬はこっちか、この辺のエラをこう削ったりとかして、まあ結構愛着の湧くね、猿が出来、猿じゃないねが出来上がったから、もうこれでいいかと思って、でいろいろ服も考えたんだけど、まあシンプルイズベストがテーマにしてみたらこうなりました。うん、さすがにね、下が下着だけだったらまずいんで、ちょっと服をあげようと思って、まあ服ちょっとつけました。でここまで寄せると歩き方もね、ちょっと変えちゃいまして、まあ前のこう背筋張ってたやつもちょっともう猿っぽくなるような感じ、うん、にしてみようかなって。なんかね、結局ふざけちゃったな。うん、でもまあこれでもふざけても結局なんだろう、音楽っていう才能はまあ引き継いだまま、うん、この顔で音楽できるってちょっと不思議だけど、まあどんな人生になるんだろうね。これでちょっとやっていこうかな。まあ真面目すぎてね、イケメンな顔でもね面白くないと思うんで、ある程度こうまあ覚えれる顔、うん、愛着が湧く顔にして楽しんでいこうかなと思います。さあプレイしましょう。世帯をライブラリに保存してプレイを始めます。肖像画をランダムに、肖像画どれがいいかな、肖像画、いろいろポーズあるね、面白いないかな。いいじゃないこれ、うん、これいいね、なんかヘイヘイみたいな感じの。じゃあこれでいこう。で住むワールドを選択、ウィロークリークって読むのかな、オアシススプリングス、ニューなんとか、うん、多分都会と真ん中は砂漠の地域かな、で左側の田舎のオアシスみたいな感じかなと。まあまずは田舎でやってこうかな。うん、で住む場所を選択する方、今こう緑があるところ、この真ん中の上のエリアと右のエリアとこのエリアかは住めるっぽい。ここは島は九十九域以外には住めませんって書いてるね。九十九域じゃないんだ、なんか金持ちの家だねこの辺は完全に。で上の家の上にこういうマークがあるやつは、あ、そういうことか、この辺は図書館なんだ、図書館とかジムのマークっぽいのがありますね。図書館とかジムとか、これなんだろうな、なんかだね、なんか。でこの家の上に、間違えた、家の上に
マークがあるやつは誰か住んでんのかな。あ、金がないんだね。この辺の家買えるけど、上に今資金が書いてんだけど2万ドルで、で右下のこの家買っちゃうと1万6000ドルって言うんで、ほぼねもうお金がなくなっちゃうんだよね。うわ高いな、1万5000ドル。どうしようかな。やっぱりこの空き地だったら5500ドルと右の方だったら2500ドル、下は2000ドルか。まあ5500は高いよね。でも確かにこの辺金持ちが住んでそうだよね。多分いずれ引っ越しできるんじゃないかな。まずは一番この右下で行くよりはちょっと金持ちなような家が建ってる2500ドルのところを、区域をね買って、ここに自分で家を建てていこう。まあその家自体は安くてもいいんだよね。でどんどんお金が貯まったらどん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 大きくして、まあ快適に過ごしていけたらいいかなと思います。よーし、え、見ません。やめてください。降り立ちましたね。あー、ちょっと待って、見ません。なに、いきなり、いきなり靴下靴下言ってる。なに、ええ、なにこれ、明らかに埃が溜まってきています。不吉になるので5時間。どういうこと、衛生がいきなりすごい最悪なんだけど。あー、シャワー浴びなきゃダメなの。ひらめき、なんか説明がないぞ。まあいいや。まずはこれが住んでる地域になりますと。でさっき上から図見たけど、こんな感じ、周りに結構ねお金持ちな感じの家が立ち並んでて、今この空き地を買いました。でそこに自分の家をね建てていこうかな。この区域が僕の区域になるんで、ここにまず建てていきましょう。今何もない状態。よし、とりあえず一時停止して、建築モード、建築モード、チュートリアルはまあいいでしょ、こうね。まずどうしよっかな、どっから始めよう。テーマもまず考えてないしね。みんなおしゃれな家建てるよね。うわー、おしゃれだな。ここまでは無理なんで、まず掘ったて小屋、とりあえず生活最低限できるレベルを建てていこう。これなんだろう、これいらないんだけど、これ、あ、郵便ポストなんだ。郵便ポストいるね。郵便ポストどうしよう、端っこに置いとこうか。なんか邪魔だもんね、あんまり目の前あっても。あ、でも家に入るときに郵便ポスト見るか。とりあえずまあ端っこ置いとこう、邪魔だから。でまずは家の壁を作っていこう。どうだ、こうか。こうやって、ハーフウォール、なんだこれ。よし、ヘアツール、部屋を作成するには丸を押して左スティックを動かします。削除するには三角を押して削除モードに移りますと。どうしようかな、この辺もうほんと適当だけどね。あー、どんどん高いなこれ。広くすればするほど高いな。でもお風呂と、お風呂と何がいる、トイレもいるか。とりあえずこんぐらいの奥行きしとこうかな。なんかいずれ困ってもね。あー、でも最初狭い方が、こんぐらいしとこう。よし、建てました。これがね僕の家の箱となるとこですね。でこれにドアをつけていきましょう。ドアはこれで、お客さんが来ることを想定すると、窓の方、窓が付きがねやっぱりいいんだよね。だから、あ、いいね、これ窓付きいいね。でドアこっちしよっか。じゃあこっちしてポスト取ってすぐに入ってこれるみたいな。ここどう、いいんじゃない。あ、でもいけんな、目の前ゴミ箱だなこれ。なんかイメージ悪いなゴミ箱って。ちょっとこっちの方にしよっか、この辺にしよう。結構適当だけどね。で次に床の色を決めていこう。床は木がいいね。木で、あー、どうしよっかな。なんかいろんな材質があって面白いね。色白がいいな、こんな材質がいい。これでどうすんだ、
こうやるのかな。 OK。 でまだ色見えませんけど多分後で見えますね。で床はやった。次にこれ壁もいけるんだ。壁もちょっと塗っちゃおう。あ待てよ、窓を先つけよう。これね確か窓をつけた方が外の明かりがね、ここちょっと待ってね、今ドアここにつけてるんですけど、このドアつけることで中がね明るくなるんですよ。実際ねこういう今家が建ってて、ここに屋根つけるじゃん、そしたら中がね正直暗いんですよね、これだけだったら。あーどうだ、こうか。あ違う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 、なんでスマホいじってんだ。あー違う、操作が慣れない。違う、こうか。よしよし、オッケーオッケー。でこれだと中がこれだけしか見えないんだよね、まだ今は。でこの中に照明とかつけて明るくしていくんだけど、窓はできるだけ多い方が照明の節約になるかなと。この上でね例えば午後ってやるとこんな感じなんだよ。やっぱりねこの周りがね明るいんだよね、午後とかだと。夜とかなる、夕方、夜もうほんとね真っ暗になるから中が。夜はさすがにね照明つけるんだけど、この朝とか午後っていうのはやっぱりね窓に頼りたい。うん、話長くなっちゃったけど、なんていうところで窓をつけていこう。で大きい窓をたくさんつけたいね。白にしよう、白の方が見た目がいいし。こんな感じ。あいいんじゃない、開放的で。結構ね開放的な家の方がね案外ノーガード戦法すぎるか。海外だったら危ないかな。まあいいか、ちょっと一回ノーガードで行ってみよう。あでも明るくなってる中が。あいいいい感じいい感じ。これ西日とか東日とか、東日っていうのかどっちなんだろうね。朝だからちょっと待ってね、よいしょ。これが昼に変わると、あやっぱりあれだね、絶対これ窓いっぱいの方がいいよね。夕方でも明るいもんね、だって中が。夜はやっぱさすがに暗いか。ってことはあもう一面ガラスでいっか、そうしよう。うん、まあまあこんな感じでね、窓ガラスとかあとトイレとか、あこっちにも部屋設置しようかな。そうしようそうしよう。トイレはやっぱり別の方がいいよね。トイレとお風呂場を設置していこう。よいしょ。トイレとお風呂は同じところでいっか。じゃあ部屋ツールして、ここから